異例の巡航ミサイルの実験、そして韓国とは決別、一方で日本にはお見舞いということで、この2024年の北朝鮮の変化について龍谷大学教授の李相哲さんに聞いていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この今年に入ってですね、巡航ミサイル、これもう4回実験しているということなんですけれども、これは異例と言っていいんですか？これは異例ですね。巡航ミサイルというのはですね、やっぱり障害物を避けながら飛行機のように飛んで正確に目標物を打撃する兵器なんですね。しかし今北朝鮮は巡航ミサイルに核弾頭をつけるつもりで、その戦略巡航ミサイル実験をしたといいますから、これはとても危ないですよね。だから緊張感がより高まっているということですよね。その通りです。そんな中、北朝鮮内にある大きな異変が起きているということなんです。こちらをご覧ください。これ平壌にあります南北統一を象徴する祖国統一三大憲章記念塔という建造物で、高さなんとおよそ30メートルもあるすごいものなんですけれども、先月の15日、金正恩総書記が演説で見苦しく立っていると述べたことを受けて、先月の19日から23日頃、この大きなもの破壊されてしまったということなんです。でもこれ李先生、初の南北首脳会談の直後に建てられた、非常に北朝鮮にとって意味のあるものなんじゃないんですか？お父さんが作ったものですよね。それを破壊したということは、完全にお父さんが追求してた統一の路線、それをもう完璧に大転換するという意味なんですね。これまで北朝鮮は民族が団結して、それで平和に統一を実現するというふうに一貫してこの統一を追求してきたんだけれども、先代が追求してきたこの統一路線を完全に否定して、韓国はもうもはや盗賊でもなくて我々の第一の敵国だというふうに言ってるんですよね。なぜ最近北朝鮮は韓国のことをそこまで敵視しているのか、李先生の見立てこちらです。北朝鮮国民の韓国への幻想を打ち砕き、反体制の動きを封じるため。李先生、これどういうことでしょうか？北朝鮮経済はもう完全に破綻してますよね。内部が今カタカタなんだけれども、これまでずっとその我慢して上に耐えて、それでついてきたんだけれども、一向に生活良くなってないんですよね。そんな中で韓国の文化とかが入って、やっぱり韓国すごいなという幻想を持っている人たちがいて、いつかは一緒になりたいと、それをやっぱり完全に遮断するという意味合いがあったと思いますけれどね。ただ今北朝鮮が気にしているのは、この若い世代がですね、今までの世代と違って国から恩恵を受けたことないんですよね。これまでは配給とかでいろんなものをもらってたけれども、彼らは生まれつきもそんなことはなかった。だから国に対する忠誠心が非常に低い。そんな中でやっぱり韓国がすごいというので、韓国に憧れてますので、このままほっとくともう大変なことになるんですよね。もう国がこう緩んで忠誠心が低下してどうなるかわからないので、見せしめに、そこで最近はもうそれを厳しく取り締まるために反動文化思想排撃法、つまり韓国文化を排撃する法律を作って、深刻な場合ですね、この中2年だけじゃなくて死刑もあり得るという法律を作ってるんですね。新しく作ったんですか、その法律を？それは20年に作って、まだその改定1回して今実施されてますけれども、ただどうしてこれだけは若者に対しての締め付けを強くしてるんですか？やっぱり若い人たちがかつての世代と違って国の言うことを聞かないんですよね。聞かなければ国がこう秩序が乱れて、今まで我が国が一番だっていうふうにこう国が情報を全部遮断してたのが、若い人の中に韓国に対する憧れが広がったりとかすると、やっぱり反発する可能性があるんですね。だからそれをもう今のところ完全に抑えつけたい。市場とかをやっぱり許しているので、中国から密かに USB を持ち込んだりとかして、それを高く売ったりとかすると、それをまだコピーして売ってそれでこう広がっているという状況なんですね。だからこそこの見せしめのような形で、もうしっかりともう制裁するっていう形法律まで作ってもう厳しく取り締まっているという状況なんですね。北朝鮮の人々も韓国はいつかは我々と一緒になると、豊かになるというふうに幻想を持ってた。しかしその幻想をまず遮断するのと、北朝鮮が敵国だと言ってるのは、北朝鮮が今核兵器を持ってるんですよね。今までは我が民族には使わないアメリカに対して作ったというふうに言ってきたんだけれども、敵国だと言った以上は韓国にも核兵器を使う可能性があるという。そのような意味も含まれていると見るべきですね。それと質問したいんですけれども、冒頭での巡航ミサイルの異例な、ね、実験の話も、これは北朝鮮が自分たちが、韓国、ひょっとしたら、米国だったり日本だったりもするかもしれないですけど、そこに対して使っていくってメッセージなのか、あるいは今ウクライナであったりパレスチナであったり、その兵器が世界的にかなり使われていて、北朝鮮、唯一輸出できるのが自分たちの兵器なので、それもある意味宣伝というかお披露目の代わりにこういったことをやっているのか、その使い手として自分たちも使うことなのか、それとも外で売るためにやっているのか、どちらなんでしょうか。巡航ミサイルに限って言えばですね、ロシアとかがもっと進んでますし、しかもその巡航ミサイルというのは非常に高いんですよね。だからたくさん量産して売ることはおそらく難しい。なのでこれは自分たちが使う覚悟があるということを、自分たちの軍事力を誇示して韓国を脅すというふうな目的があると思います。そのように韓国を敵対視する一方で、最近日本に対してはどのような動きがあったかというと、こちらです。先月1日に起きました能登半島の地震を受け、金総書記が岸田総理に電報を送りました。その内容ですが、被災者が一日も早く被害を解消し、安定した生活を取り戻すことを願うといったものですが、北朝鮮の最高指導者から日本の総理に公にメッセージが送られたケースはなく、極めて珍しいことなんです。この日本政府っていうのはこの電報を、加藤さんどういうふうに受け止めているんですか。そうですね。その翌日に林官房長官が記者会見で、感謝の意を表したいということはおっしゃったんですけれども、まだその時点では返答していないですし、返答するかどうかもここでは答えは差し控えるということだったので、今日本政府としては何もアクションを起こしていないんじゃないかと思います。で、たださっきおっしゃったように北朝鮮の最高指導者が送るというのは今回初めてですけど、過去にも実は阪神・淡路大震災の時にナンバー2とされる方から当時の村山首相宛てにメッセージは届いたことはあったんですけれども、でもなんせこういうね、キム・ジョンウン総書記から来るっていうのは初めてなので、日本政府も対応は苦慮してるんじゃないかなと。だからその意図を慎重にこれ分析しているっていう段階だってことですよね。李先生、そのあたりの今回のキム総書記の思惑ってズバリ何でしょう。本音のところはですね、一つは自分は普通の国の普通の指導者なんだということをやっぱり世界に PR する。それからですね、今日米韓が緊密に連携して北朝鮮に対応してるんですね。そんな中でやっぱり足並みを乱す必要がある。その時にやっぱり一番北朝鮮の話に耳を傾けそうな国が日本なんですね。だから日本をターゲットにして足並みを乱すという本音が見え隠れしてるんですよね。なるほど。つまり今日本に対して大きく姿勢を変えつつあると言えるんでしょうかね。ただね、全体の構図からすると、金正恩が今まで日本に全く関心を示さなかった、それがですね、今回やっぱり日本のことを気にしているということですから、やっぱり話し合いができるチャンスが来たというふうに見てもいいのかもしれません。そのあたり我々がどう日本人として対応していくのか、こちら、今こそ対話の糸口をつかむチャンスと李先生はおっしゃいます。続きお願いします。あんまり時間がないですよね。今やっぱり拉致被害者の家族がまだ存命中に解決しなければならないので、もう本当にほんの少しの可能性があってもですね、やっぱり日本はそれを利用するというか、それをきっかけに対話の糸口をやっぱりつかむ必要がある。水面下で、したたかにやっぱり交渉はしながら、表向きではやっぱり毅然としてすれば北朝鮮が寄ってくる可能性ありますね。その解決の糸口にする、それは大きな一歩と先生は考えていらっしゃるのか。そうですね、金正恩総書記が日本に関心を示して店舗まで売ったということは、対話のチャンスがやってきて日本もそれを検討するということでありますから、はい、まあ、一歩前進と見ていいのかもしれませんね。なるほど。一歩前進を安田先生、これから本当に拉致問題の解決にどのようにつなげていくのかということになりますね。そうですね、期待はしたいですよね。ただまあ一方でね、李先生もおっしゃってましたけど、やっぱ日米韓が緊密に連携して北朝鮮と対峙していくって構造をまあ崩すわけにはいかないので、その枠内で交渉を進めていくと。で VTR もね、先ほどから流れていますけれども、横田めぐみさんのお母様、早紀江さんね、先日お誕生日迎えられても88歳ですよね。横田めぐみさんも今年60歳還暦を迎えられるということで、はい、もうやっぱり時間がそんな残されていない中で少しでも前進することを、ね、願いたいですけれども。では LINE 質問に行きます。ジュエ氏は娘ですね、後継者となるのかということなんですが、候補者の一人ではありますけれども、後継者に指名されたということは正しくないですね。そうですか。よくこういう写真写ってますけどね、はい、ありえないですか。ありえないと思います。ただ今のところは次世代に権力を移譲するというメッセージが強いのは確かですけれどね、候補者の中の一人であるということですね。続いての LINE 質問です。キム総書記は病気ではなかったのか、健康問題は解決したのかという質問です。いや、解決してませんね。169センチの身長に146キロもあるんですよね。それぐらいあるんですか。ですからもう普通に考えても病気だらけですよね、はい、心臓病にその糖尿病もあると言われてますし、足首も昔故障して杖をついていけたこともありますね。だからただまあそれでも今若いし、北朝鮮は彼のための長寿研究所があるんですよ。もう何百人から数千人もいるというふうに言われているので。数千人。お医者さんがですか。その人たちが支えている。ただ彼はお医者さんの話を聞かないんですよね。いろんな理由。まあスイスのチーズが大好物だと言ってますし、一晩にワインを10本も飲んでると言ってますので、それはもう健康的ではないですよね。そうですね。だから専門家の中にも寿命長くないという人もいる。健康状態はあんまり良くないかもしれないと。もう一問いきましょうか。クーデターが起こったりしないのでしょうか、北朝鮮の中でという。クーデターというのは軍が起こさなければなりませんけれども、北朝鮮の軍編成を見るとですね、はい、数十人を動かすにももう170人ぐらいの社員がいるというふうに言われているくらい厳しいんですね。だから軍がクーデターを起こすことはできないんですけれども、人民放棄が起こる可能性は少し出てきたのかなというふうに思います。最近1月にですね、北朝鮮から中国に出稼ぎに行っている労働者3000人が暴動を起こして、北朝鮮幹部を1人殺して、3名が怪我したという、ニュースというか情報があるんですよね。それが国内にどのように影響するのか。しかも国内では今外部とは接続できませんけれども、国内でお互いにメッセージをやり取りできるスマホがあるんですよね。そうですよね。だからまあ、一定程度の人々を集めて放棄することも可能で、すでに北朝鮮内部でその反体制組織党を旗揚げしたっていう事件が起きてるんですね。そうですか。だからこれはね、かつてなかった動きですので、少しそのような兆しもあると。非常にだから締め付け厳しくしている分の反動みたいなものも起こってきている兆しはあるということなんですね。ここまで李相哲先生にお話を伺いました。ありがとうございました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。